はいどうも、まこです。今日は神奈川県藤沢市に来ています。こちらの方にですね、何でも職人技で見せてくれるお好み屋さんがあると伺って早速来ていました。こちら。じゃん。広島風お好み焼き園。そば、しそ広島で聞きました。はい、すいません。ありがとうございます。はい、よいしょ。はい、どうぞ。
しそうが香ばしい。軽い、めっちゃ飲んでも軽快に食べれる。あのね、まず美味しさもそうなんだけど、もう準備の段階から掃除からして無駄がなくシャッ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 綺麗にやっていくんだよね。焼かれたらもうまず生地も一撃で引いて、全部がなんかね、作業が所作が美しいね。そしてもう入ってできた時にまずね、ネギが山盛り乗ってんだけど、食べたらシソの風味がまず中に織り込まれてる。シソがね、すっごいね、香ばしい。なんかね、見た目のボリューム以上に軽快に口に入ってくるというか、すごい食べ応えは軽いよ。いやで、何よりこうご主人のね、静かな人柄ながらこう寡黙にテキパキテキパキこなしてる感じ、職人って感じでしたね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ではでは、また。